こんにちは。今回はですね、合同式の代表的な問題、こんな風に使えるんだぞっていうのを3つ紹介したいと思います。まず1つ目、こんな問題を用意しました。じゃあまずちょっとチャレンジしよう。はい、行きましょうか。このね、119っていうものは最後に乗せるっていうので合同式は構わないですから、7自身を8で割った余りを考えればいいんです。ただ7を8で割った余りって何って言ったら7じゃん。でもこれじゃ何の意味もないんだよね。119乗乗せたって同じこと書いてるだけだもんね。そこで7ってのはさ、8で割った余りが7シリーズの数なんだよね。で、8で割った余りが7シリーズっていうのはこういう書き方も許されていた。だから7はマイナス1と合同ってなってるんだよね。はい、こんな風に負の数を一つ代入してあげることにすれば、7の119乗はマイナス1の119乗と合同で、こちらマイナス1なんだよね。そしたら答えマイナス1って書きたくなるけどもさ、頼むよ、自然数で割った余り負の数ってそれコントだよね。だからやはりこの性質であることを思い出してもらって、今のこの数字に8を足して7としてあげるべきでしょうね。よって答えは7ということでした。イエ。じゃあ次の問題いってみましょう。2番、てれん、 N を整数とするとき N+1、 2N+1 は6の倍数であることを示せという問題でした。これさ、連続する整数の掛け算なんだよね。ってことはどちらか一方は偶数であることがわかるじゃない。じゃああとはこいつかこいつかこいつが3の倍数であることを証明すればいいですよね。この手の時はいわゆる乗与類って言って、3で割った余りで分類するっていうのが有効だったりするんですけど、そもそも3で割った余りって0か1か2。ちなみに合同式使うんだったら2はマイナス1って書いてもいいじゃない。この3つの時にこれどれか3の倍数にならないかなってチェックしてみる手があります。ちょっとやってみよう。まず N が3で割った余り0の時はそのまま N は3の倍数って意味だから問題なし。で、 N が1の時ってのはこれの両辺2倍して1足してあげると、結果的に 2N+1 は3になって余り0と言えるよね。よって 2N+1 は3の倍数となります。今みたいにさ、2倍して1加えてもいいよねっていうことをすると、結果的に代入も OK だってことだよね。はい、これも覚えとこうね。代入するってことも許されてるからね。最後3番目、 N が2の時、これはマイナス1の時とした方が楽だな。この時は N+1 が0と合同になってくるから N+1 が3の倍数であるということがわかるよね。結局あの3つのどれかの因数が3の倍数となるわけだから、こんな感じで NN+1、 2N+1 は3の倍数と言えるでしょう。ここでね、2、3、よよいの6ってやるのはね、ダメよ。一言説明してほしいわ。だって例えばさ、4の倍数かつ6の倍数が24の倍数って書いたらちょっと間抜けでしょ。お前それは12だよってなるじゃない。シンプルにかけていいのは2つの数が互いに沿う時だよね。だから互いに沿った言葉を添えといてね。はい、ということでございました。じゃあ3問目いきましょう。 ABC が自然数だとします。三平方の定理の形が成り立っているならば、 AB の少なくとも1つは3の倍数であることを示せという問題です。AB の少なくとも1つ3の倍数ってことは、ちょっと倍だけ多いじゃん。両方3の倍数、片っぽ3の倍数、片っぽ3の倍数。3パターンも考えるのちょっと大変。でもさ、3の倍数に両方ともなってない場合、これを否定してあげれば、自動的にこれ満たすことになるもんね。なので、これも配理法が有効なんです。で、矛盾を証明するときに、3で割った余りで矛盾させればこれはいけます。
合同式ってね、ちょっと不便な道具でさ、何で割ったあまりに矛盾させるかとか、何で割ったあまりを考えればいいよねって分かってるものには最強の道具なんですよ。ただこの問題どのあまりで考えればいいのか分かんないなっていう時は合同式は逆に不便なんですよね。だからまあ言ってみれば簡単な問題の時に役に立つ道具で、本当に難しい問題では頭で使って考えた方がいい、合同式は使わない方がいいぐらいのことを思っててもいいかなと思います。じゃあちょっとそんな感じで答案作ってみたいと思います。まず両方とも3の倍数じゃないと仮定した場合は、 n が0なら n2 乗は 0、 n がプラマイ1なら n2 乗が1ってなってくるよね。さあそしたらさ、こいつもこいつも3の倍数じゃないと仮定してるならば、 a2 乗足す b2 乗を3で割った余りは2になるに決まってるじゃん。この瞬間おかしいでしょ。何がおかしいかって、一つの数の平方は余りは0か1しか考えられんわけよ。でも一人で2になられちゃったら、あーもう0か1しかないのにな、2にはなれないなってなっちゃうでしょ、ね、なのでこの a2 乗足す b2 乗イコール c2 乗成り立つことがまず矛盾してしまう。よって初めの仮定がおかしかったってなるよね。ということで AB の少なくとも1つは3の倍数ということでした。簡単な、有名問題について触れてみました。他にもね、合同式使える便利な問題ありますから、ぜひ自分でね試してみて、おーって感動してほしいなと思います。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。